アストロキングスをプレイしています25銀河の猫大好きラブキャットです。このゲームはですね、宇宙を舞台にした本格 SF 戦略シミュレーションゲームです。宇宙やですね SF に興味がなくても非常に頭を使う面白いゲームですので、皆さんご参加お待ちしております。私、25銀河でプレイしております。はい、今回はですねやってきましたギャラクシー 3.5 倍バーニング、はい、これを行きたいと思います。ちょっとですね枚数が多いので、小分けにしたいと思います。見るのも大変、引くのも大変、はい、いっぱいあります。はい、で、まあ普段のスカウトもそうですけど、大量のスカウトの時は必ず、英雄マイレージの獲得量を上げたいので、ですね内政英雄ね、アカデミーの英雄を一番、レベルの高い人にしましょう。はい、65まで持っていきますとね、297か何かですね、どの S 級英雄でも大丈夫です。内政値が一番高い方を積んでマイレージの獲得量をお得に、いただきましょう。はい、ではスカウトですね。でギャラクシー、はい、で、ギャラクシー今回はですね自分5366枚あります。まあこの先まだ増えるので、おそらく5400ほど、5400ぐらいいくと思うんですけど、まあ万が一ですよ、コラボイベントでね、ギャラクシーイベント、コラボギャラクシースカウトとかね来たら困りますんで、まあ今回は5000枚、波数の下3桁はもう捨てます。はい、なのでまあ5000ぐらいですね行こうと思います。はい、で今回ですね、いつもの委員会を上げるためのベテランと違い、ですね 3.5 倍なので A 級が結構来ると思います。なのでまあ小分けにしながら極力 AU の解説に重きを置いていきたいと思います。まだですね AU の使い方わからない、どういう組み合わせが、この相手にはどうしたらいいんだろうか、いろいろねスキルお悩みになられている方がたくさんいてると思います。はい、できる限り、解説、スキル解説いたします。はい、ただ自分もですね時間が限られてますので、いいテンポでね進めていきたいと思います。でもう10枚ずつですね、今マイレージは自分は4128128ポイントマイレージね、はい、どこまで増えるんでしょうね。はい、さあそして10枚からまず一発目からいきましょう。はい、で今回はもうスキップで飛ばしていきますね。もうね枚数が多すぎる。はい、メリーサさん、ジャック、イースさん、あ、そうか忘れてました。 S 級がいっぱい来たんでちょっとえっと思いました。そうです、ベテランなんでね、まずは B 級 C 級はもう委員会に掘り込みます。はい、そしたら後が楽ですね。でこの人でね、ここ数値99、自分は旗艦の色合わせ用に100以上置いてます。なのでもうこの人いらない。はい、で79、低いな。緊急手術、弱点射撃、クリカクか、ちょっと待って、ちょっと面白い、ちょっとおじさんですけどね。でもう使わない A 級 AU は DNA に自分はします。はい、強制はできませんので、ね、自分は A 級 AU を委員会に入れるなんてことは絶対しません。はい、ありえませんそのこと。はい、いきますね。はい、次、はい、いきなり初っ端 S 級のねかけらが来ましたね。はい、どうなっていくのやろ。あ、ジャック、はい、老将は死にません、死にません、はい、知らんといてくれ。はい、でまずは B 級 AU を委員会に掘り込みますね。これねクイックで B 級以下になってますよね。これやっとくと楽です。はい、艦隊手術、弱点射撃、ちょっとこれじゃないわ、面白いな。はい、面白いな。58はやばすぎる。はい、低い71、3つ割れ。はい、85の貫通回避、貫通なんでしたっけ、貫通なんや、ペネトレーション回避、エーミング、はい、でオーバーロード、あ、ロード、いらん、はい、ナッシング、自分は使えません、I don't use、はい、NEXT、はい、67、67、簡単シールド、I don't use、はい、NEXT、71、おー、ベロー、I use skill nothing、 はい、
はい。次。はい。なんかね、ですね、字幕入れてるのでね、ちょっと、それを気にした内容の日本語にしていきます。アレックス。はい。委員会に B 級以下は入れます。はい。68、いらない。65、スキルいらない。はい。61、はい。生産速度資源、速度より費用の方がいいですね。はい、いらない。はい。ね、67、低い。弱点射撃か、何ですか、弱点射撃をやれ。ちょっとね、弱点射撃ちょっとやる予定なんですよ。はい。来てますね。はい。もうあたかも、アスキンの運営さんが自分の会話をね、嗅ぎ取ってくれてるみたいに弱点射撃がバカみたいに来る。はい。これは使いませんけどね。ちょっとね、弱点射撃やりたいんですよ。はい。どうやるかは言えません。はい。また発表の方。はい。E さん。はい。はい。B 級以下を委員会入れましょう。はい。76。いらない。59、NO。56、NO。71、Penetration Arming。弱点射撃って英語でなんていうの？これちょっとわからない。はい。クリティカル。I don't use. はい。Next. 67. Arming. TS. Attack power. Up. I don't use. Next. はい。行きましょう。Next. Come on. Off.はい。まずは委員会にね、入れましょう。99! 惜しい。あ、リトル。もう少しだ。足りない。はい。ノートスキル。60!16! Very low. 緊急修理、艦隊シールド回避起動。これはきついな。面白いですけどね。82、使わない。I don't use. はい。64。I don't use. はい。18. I don't use. 63. I don't use. 96. はい。惜しい。はい。Very near. はい。生産。I don't use. はい。退役させます。はい。DNA にをもらいます。はい。A 級はね、委員会には自分は絶対に入れません。もったいない。はい、DNA にして変えます。Oh, Fay! 5 card! Wow! はい。いいですね。はい。68! Penetration! 正確度ってなんてやつっけ？これがアーミングか。はい。TS! I don't use!Next, 66, 高分析か、I don't use, 17, I don't use, 84, don't use, I don't use, yeah. Next, はい、次、はい。いいですね、たくさん来ますね、S 級のかけらがね。この S 級のかけら使い、あ、トリビアさん、Nice, so good. はい、リウェイ、委員会に入れます。はい。77、I don't use. 64、増幅攻撃回避、I don't use. 惜しい。66、I don't use. 18、overload、これ弱点射撃。Sorry, English skills name, I forget. I forgot. Sorry. 正確だ。はい。オーバーチャー弱点射撃、I don't use.もう似たあの英雄をすでに持ってます、はい、自分といえばオーバーチャージですよね。もう長らく見てくださってる皆さん、はい、オーバーチャージいきますよ。オーバーチャージね、どんどん打っていきます。はい、もう仮想はオーバーチャージで遊ぶ場。はい、64、I don't use、92、 good、 正確度、 aiming、 TSTW、 ターゲットウィークロム、I don't use。 はい、 next、 はい、64、
I don't use 使わない65惜しい使わない、はい17使わない、はい77使わない、はい78使わない、はい NEXT、 はい次行きましょう、今度行きましょう、いいですね、 S 級のかけらが増えますね、はい O J 点カーテン、うん、まあ OK、 はいまずは委員会に入れて、77、セールス、アタックパワー、耐久、忘れた、いらない、はい。63、セガ、いらない、はい。68、ステルス連射点、バル、ステルス連、ちょっと面白いな。はい、ちょっと面白いな。最終、はい、いらない、I don't use、はい、79、I don't use、はい、NEXT、はい、行きましょう、行きましょう、はい、とにかくね、30分以内でマークを取りましょう、はい、いい英雄がね、来たら解説していきますよ、62、修理ロボからのコンドで、攻撃パッシブ、パッシブアタック、I don't use、I don't use、NEXT、78、はい、あ、加工速度、これね加工収益と費用の方がいいですね、早めたところでね、そんな頻繁にログインしないので使い道がございません、はい81、ステルス緊急修理、おお回避、これだけじゃ勝てんな、 I don't use、 惜しい、もうちょっともうちょっと、92、回避妨害、照準妨害クリティカル、はいいらない、はい79、緊急修理からの近藤耐久、オーマイガー、はい56、使わない、82、使わない、84、使わない、ネクスト、はいね、ちょっと解説をしたいような英雄がね、なかなか来ないですね、オリーウェイ、トゥーカード、エンドトゥーカード、オリーウェイオッケー、まあオッケーオッケー、はいネクスト、はい83、使わない、55 so low、キンあー but I use yeah I use、 これはね面白いです、緊急修理から多分艦隊シールドさっき来て回避妨害す、回避落とすんでね、そういうことですよ、ドーンです、はい63使わない、75使わない、64TS、増幅パワーアップ攻撃、あー64、これ悩むな、増幅ぶち込んで増幅の威力上がりますからね、パッシブでね、ただね、防衛艦隊しか効かない。いらん。I don't use。はい、いらん。いらん、いらん、いらん。はい、70。近藤だけか。いらない。はい。82。ステルス連射は面白い。戦術いらん。はい。NEXT。はい。行きましょう。はい。まあ、ちょっとね、あらゆる敵を想定して、今、カード入れたの。フェイ5。OK。はい。委員会にまず入れます。はい。76、増幅、連射、強靭、これじゃあね、もう強靭まで持たん、強靭がいらんないですよね、これね、もう正直、はい、77、割れた、いらん、はい、鉄壁防御とね、保護、分かれちゃったんで、いりません、経験値はいいですよ、はい、92、いらない、はい、70、はい、電波ルチャク、電車、規模、惜しい。惜しいです。電波ルと脆弱はね、非常に TS はね、TS and EMP、I like, so good,、but, 規模、はい、規模、スケール、アタックスケール、アタックスケール、シップスケール、I don't use, はい、これいらない、はい、惜しい、87、3つ割れ、経験値は美味しいですけど、いらない、はい、65の、パッシブで攻撃と貫通と攻撃だけ、これで勝てたら世話がない、はい次、はい次です、どんどん行きましょう、はい
5000枚もありますからね。早くして止まらない。はい。アレックス2カード。メリス2カード。いや。はい。69、使わない。75、連射貫通破損防止か。これね、破損防止いらないですよね。これいらない。はい。こういう人もいます。はい。抵抗弱化だけで、性格度を上げて耐久。ちょっと違うな。はい。これ止まらない。クリティカル貫通。惜しい。な、71。I don't use. But I don't use. 92、使わない。はい。NEXT。はい。なんか、もう一歩までは来てますね。英雄ね。もう一歩までは来てます。エイパー。はい。はい。78、低いな。使わない。はい。87、使わない。79、使わない。79、回避軌道の回避性格度。これね、まあ、回避上げて、性格ぶち込む。まあ、でもいらんな。はい。I don't use. 使わないですね。自分は使わない。あらゆる敵を想定で、自分があらゆる兵器とかね、いろいろなことを考えて、すべてを考えて引いてます。ヒラリー、OK。はい。トリビア、ソグッド。はい。はい。76、タイム超過。いらない、使わない。すいません。82、はい、2は使わない。77、使わない。75、工具のところも使わない。工具委員もいてます。はい。81、使わない。はい、82、トニウム、加工費用と収益、これナイス。トニウムでいい英雄がね、いない方、トニウムの施設でスクリーンショットしてください。はい、写真を撮ってください。加工費用と加工収益、これ持ってるものがいいです。で、これもう一個ね、加工速度なんて正直別にいらんと思いますよ。頻繁にログインする人以外いりません。そんなもんね。なので、それなら、自分なら長官任命の経験値が欲しいです。はい、経験値めっちゃ大事です。はい。自分もね、いてるんでいりません。はい。OK ですよ。これプラス5。11枚の永久 DNA エレメント。すごい。いっぱい。はい。たくさんもらいましたね。これも嬉しいです。はい。いっぱいいるんですよ。1人マックスまで揃えるのにね、270枚いります。なので、委員会なんかにね、永久入れてる場合じゃございません。77。回避妨害脆弱クリティカルいらない。87いらない。はい。72規模の回避いらん。はい。88いらん。はい。89精密照準からの抵抗弱化。面白いけど規模かよ。規模か。いらない。規模これ 12% ぐらいまでしか上がらないんですよ。確かね。何パーまで上がるのかな。確か 12%。いや、もっと上がりますね。14.5、 これプラス15-16% 星の分で上がりますからね。それならまあいらないっていう。緊急修理終了後に貫通ペネトレーションオンリー。これはね、渋い戦い方やな。これはあまり考えたことなかったな。これね、これ結構渋い。これね、かなり渋い。ちょっと面白い。ちょっと面白い。これちょっと置いとこう。ちょっと面白い。はい。使うか使わないかは別です。ちょっと面白い。はい。ちょっとね。はい。修理な、もうずーっと終始貫通って感じですね。はい。おっと、永久いっぱい。ベテランし続けるとこおかしな感覚ですね。83。はい。こんなに青いパネル見ないですもんね。68。はい。79いらん。はい。88。精密照準からの強靭。精密照準からの、ちょっとありかな。まあ、性格系で行きたいときちょっとありですね。これ乗りますからね。はい。で、最後、強靭ぶっぱ。まあ、今度のは自分いいかな。まあ、どっちでもいいか。はい。回避、性格度、回避、いらん。はい。61、いらん。はい。86、近藤と性格と抵抗か。性格度と抵抗にして、まあ、ありっちゃありやな。まあまあ、でもいいな。はい。71、はい。さっきの近藤英雄に似た英雄は自分もすでに持ってます。
あまりね、ストックすると英雄装備がね、いっぱいになるので、はい、ジーリアンか。はい。はい、まあ、OK。あ、永久か。81、いらない。はい。78、弱点射撃からの強靭。弱点射撃からの強靭の流れはね、嫌いではない。ただね、走行強化なんていらん。はい。自分はね、81、もっと手前で決めたい。はい。抵抗、あー、性格。うわー、これも似てるな。性格度だけでやってまい。まあ、ちょっと無理しないでおきますね。はい。これも最終なんていらん。はい。56でしたしね。94、貢献スコア置いときましょうね。出戦規模もスペースドックね。AQA はこれしかありませんからね。置いときましょうね。94はいいですよ。はい。さらに幸運が上がる。スペースドック任命しますとね。85、長官にも経験と回復。経験回復か。経験と最大値が自分はね、どっちかいと欲しいかな。今はね、はい。いらない。はい。幸運終了も、はい、いらない。はい。77、ステルス攻撃強化。攻撃強化、ステルスの性格でいいな。はい。75、三つ割れ。はい。使わない。はい。9枚。OK。ナイス。はい。次。カモン。ワオ！ワオ！ソメニ。ジリアン3カーズ。トリビア1カーズ。ジェイデン2カーズ。フェイ2カーズ。おお！イリアン10カーズ。ワオ！So nice. Wow. 81. 連射攻撃の回避か。連射攻撃の回避。連射とこいらん。はい。連射、ちょっと待ってください。連射で攻撃、パッシブ連射に攻撃か。それに回避を上げる。いらん。はい。クリティカル耐久回避88な。積載、あー、惜しいな、73。はい。はい。修理ロボ、なんだこれ。修理ロボ、艦隊シールド、衝撃緩和。え？修理ロボ、艦隊シールド、衝撃緩和。いや、ちょっと面白い。多分使わないと思いますけどね。これで自分と感想当たった方、面白いですよね。わかりますよね、何がしたいかね。わかりますよね。そういうのあったと面白いでしょ。はい。っていうように仮想は出してます。はい。あーみたいなね。63。はい。せっかくね、そうね、戦闘ゲームですけど、イライラせずに、たまには緩和の場も、はい。っていうところでね、自分と仮想当たった方、ね、あーって思うでしょ。はい。はい。それ出すみたいな。はい、出してますよ。はい。出してますよ。楽しみましょう。はい。はい。来た。テレフ、スイカーズ。トリビア、ナイス、スリーカーズ。ワーオ、ニックス、ファイブカーズ。ソーグッド。グッド、オーマイガー、グッド。ベリーグッド。はい、73、いらない。はい。70、簡単にして大丈夫。あー、惜しい。うわー、惜しい。くっそー。惜しいけどね、それ以上は言えない作戦なんで。グリカクかよ。で、回避が違う。惜しい。惜しくなってる。貫通耐久回避。まあ、これだけで勝ったらね、せはないですね。緊急修理精密照準。きたー、ちょっとおもろいな。はい。やったりましょうね。こういうなんてね。こういうなどもたまにはで、やってみます。あ、B 級、オーマイガー。B 級一人いましたね。間違えた。はい。何？え？あら？わお！ですね、英雄倉庫がパンパンになりました。はい。200枚ほどしか引けませんでしたね。はい。まずは、これは挨拶代わり。挨拶代わりですが、S 級が山ほど来てくれましたね。ちょっとですね、不要なね、こういうことになるんです。不要な A 級英雄がね、どうしても増えてしまうんで、自分みたいにね、これ面白いなーっていうので置いとくと、こういうことになります。なので、もう使わない英雄は、もう DNA に変えましょう。面白いでも結局ね、そこまでね、エレメント持ってなかったらそんないっぱい作れません。なので、まず使いません。自分もそうです。まず使いません。
ただ面白いんでやってみたいっていうだけでね、かつ英雄と面白い英雄は別です。それと絶対必要な英雄とこれまた全然別なので、はい、またですねちょっと英雄倉庫をあの綺麗にしてですね、続きをやりたいと思います。今回もうこのね今回のギャラクシースカウトは全て YouTube スペシャルでいきます。なので右下の猫マークタップしていただいてチャンネル登録してください。お願いします。チャンネル登録してください。もう一度言います。あなたチャンネル登録してください。高評価ボタン押してくださいね。で概要欄に出してます X、Twitter、Instagram、フォローお願いします。はい、で概要欄に書いてます、Discord、 はい、Discord、個人のアカウント ID、 個人アカウント ID を、明記してますので、フレンド申請お待ちしております。で日本時間の毎週金曜日の夜11時から Twitch でライブ配信しますので、こちらもフォローチャンネル登録していただいた上でご覧になられてください。お気軽にどうぞ。 YouTube よりもゴンと踏み込んだ、戦闘ノウハウをお伝えしたり質問に答えたりしております。はい、皆さんいいもの引きましたか？自分はまだね5000枚まだ5000ありますんでね、あと4500ぐらいかな。まあまあまあ5000近くありますね結局ね。はい、それだけバンバン引きます。また小出しに出していきますんでね、英雄の解説もしますんで、ぜひまた続きもご覧になってください。はい、皆さん楽しいバーニング生活を、ハッピーアワーグッドラック、 See you next video. Thanks.